こんにちは。よろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。というわけでちょっとね、鍛えてまいりました。私少しね、配信の間空いてしまったんですけれども、その間に鍛えておきました。はい、いや、これの準備で16時じゃない。ちょっと最近体調が良くなったり悪くなったりして、いや、ちょっと今日よくないかもなと思って延長したんですけども、ちょっとまあそれもまあ自分の、俺の体のせいかなと、肉体のせいなのかなっていう風に思って、一応ね、体鍛えてまいりました。はい、ちょっと俺がやっぱムキムキになることによって量ができるのかなって、そういう肉体に振り回されることはなくなるのかなっていうことで、とりあえず鍛えようかなっていう風に思いまして、本日からね、こういった体にとして配信していこうかなという風に思います。まあ、この配信の後ね、ちょうどね、2時3時公式サイトの方でも、あの、うずきこのデフォルトのね、立ち絵の方というか潜在写真の方も、あの、ムキムキの方に変更させていただこうかなという風に思ってますので、はい、今後これでいこうかな。案件とか、あの、表舞台に立つ時もデフォルトこれでいこうかなという風に思います。はい、でそうじゃないと、ね、みんなは昆虫嫌い、みんな虫さんは嫌いかな。もし嫌いだって言うなら、虫さんと名護盲会を開こうと思うんだけど、みんなは虫さん嫌い？僕は紳士だからさ。そうだよね、好きだよね。ああ、よかったよかった、みんなが虫さん好きでよかったよ。声も男らしく聞こえるだろう。俺ちょっと男らしい声になることに決めたんだよ、マジで。声ってかもう全体的に男らしくなることに決めたから、俺はこれからこれで配信していきます。と悪いけど、うん、普通に 3D とかも作り直してもらってるから、ファンタジア的なライブがあるときは俺この姿で登場するから、マジでこれはもうみんなの前で宣言しとく。男に二言はないから。てかもう進めてるから、話普通にスタッフさんと密にやり取りして、何回も止められたけど、いや俺はこれがいいですって。じゃあ最初は何回もそのやめてくださいって、あの、うちも上場したんです、あの、あなたが勝手にゴリマッチョになることによって企業として影響が出てしまう可能性もあるのでやめてくださいって注意受けたんだけど、いや俺もこっちとしても、こっちとしてはやっぱ個人事業主ですし、その強制される言われはないと思いますみたいな、でもう正面から戦って、それでもダメだったからしょうがなく、まあ、通話にケモチ君に入ってもらって、でケモチ君がでもコンテンツ論的には、うずきさんがここで、あの、ゴリマッチョになることによって得られるメリットっていうのがみたいな感じで、急にね、PDF も画面に映し出して、画面っていうか壁に、会議室みたいなところで急にバーッつって、ケモチ君通話だったはずなのにバーッつって、なんか、あの、プロジェクターと MacBook 片手にムキムキのケモチ君が、ケモチ君もなぜかムキムキになってたんだけど、ムキムキのケモチ君がプロジェクターと、あの、 MacBook 片手にツカ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 って歩いてきて、でしかもケモチ君その時2ブロックになってたんだけど、なぜかその2ブロックで2ブロックのフェードなって、ケモチ君がムキムキになって、あ、でも僕は、いや僕っていうのは今日は、あの、やめます、俺は、見てください、資料作ってきました、ドーンっつってバーンっつって、すごい勢いでバーンって机に叩きつけて、ウィーンって射出して壁に、うん、どうもアルファ剣持ちですって、でそっからもう怒涛のネゴシエーション、うん、セカンドバッグ、 MacBook、 プロジェクター、アルマーニのスーツ、青毛のネクタイ締めてやってきたんだよ、うん、超金ピカの腕時計で、あとなんか数珠みたいなアクセサリー、どうもツーブロゴリラトウヤですって、エニーカラー内の企業おのおのカクカクシカジカ、怒涛のネゴシエーションと怒涛の説得によって丸め込むことに成功しました。うん、あとケンモチ君もそれで出るらしい、次表舞台に出るとき、これはもう言っていいって言われた、運営とか本人と相談した上でネタバレしていいって言われたから、ケンモチ君もそれで次出るらしい。てか次のロフマウジュ君ももうムキムキ状態でツーブロで出るらしい。階段だけ広がりなのってもうバラしていって、なんかそれはね、 まずいよ、うん、あの、服の下脱いだらもう肉体改造済んでるんだけど、海田くんだけまだ広がりの件についてはまだそれダメだよ、 C だよまだ。みんな服着てるだけで服の下はみんなもうムキムキなんだけど、海田くんだけちょっとまだね、うまくいってなくて、
風呂狩りなんだけど。やっぱバルツがあったからさ、うん、そっちに時間割けなかったらしいんだけど。まあということでね、これで私やっていくことをね、誓いますので、ここに誓いますのでよろしくお願いします。はぁ、ムキムキになってもうてました。今日マジでそれで行くのに、今日マジでっていうか今後もマジでこれで行くんだって今言ったじゃないかよ。今後基本これが基本なんだよ。今後マジでこれでやる、今後マジでこれでやるよ。だからそのために運営と揉めたんだからよ。殴るぞお前。この件をきっかけにして二次三次自体をこういう方向性でやっていくって、もう話まとまったんだから。なんで切れてんの。いや、加害性に目覚めたんだよ。所詮殴っちまえば人なんて言うこと聞くんだってことを知っちまったからよ。暴力で支配できるってことを俺は学んだんだよ。うん、ちょっとオタクはもうね、いやオタクはもう客じゃないっていうか、オタクはもう支配、オタクは支配します。あの、逃げようものならぶん殴るっていうことで、ゲーム実況もやらなくなって、事務実況、いや一応事務実況とかはやらないかな。うん、基本的にはまあ今まで以上にギャルゲーとかポケモンとかに力を入れてやっていこうかなっていう風に思ってます。はい、やっぱせっかくムキムキになって、ほらテストステロンが爆発してるから、やっぱそのテストステロンと男性ホルモンの衝動性を生かして、あの女を攻略していくっていう方向性より生かしていこうかなっていう風に思います。プロテインティア表、やっぱあれだよね、豆乳系はダメだよ、うん、ああいう絞る系のプロテインはパンプアップ正義だから。筋トレ欲湧いたわ、サンキューだ。マジか、俺筋トレ欲湧いたことないよ。いや、筋トレ欲は湧いたことあるけどね。筋トレ欲っていうか、もうその才能でここまでになったから。制服苦しくない。いや、だからやっぱ俺御曹司だから特注だよ。あの、規定の SML とかの制服じゃなくて、デザイナーパターンナーいろいろ雇って特注で作ってるから、全然気苦しくないというか。でもさ、あの、それこそさ、俺さ、インスタでさ、なんかそのマッチョの人がさ、たまたまさ、なんか流れてきたんだけどさ、見えるけど、やっぱなんか、こう、パツパツしてるの憧れないな。うん。インスタって。いや、今ね、インスタじゃないから、B リアルだから、今。うん。あの、インスタやってるやつは陰キャらしいからね。うん、もはや。ビリールっていうの？え、ガチ？え、それガチ？ビリールって読み方。ビリールも遅いよ、わら。ちょ待って、最新教えてくれよ。最新教えて。モデレーターにするわ、お前。多分アイコン的に女だし。え、ちょ、差をつけるわ。え、でも多分、お前が早いだけだと思う、正直。ちょっと学ぶ。遅いよって言ったやつ。はよ。え、逃げた？ひょっとして。え、逃げた？は？煉獄さんかよ。なんで教えてくれないんだよ、逆に。なんで教えてくれないんだよ。逆になんで教えてくれないんだよ。悲しい。俺がゴリマッチョだから、ゴリマッチョ差別ってこと。俺の覇気にやられたか。待って、大天使ニーハイティアンが、ニーハイティアンが言ってる。ピンターレスト。え、それってあれじゃないの、画像のやつじゃないの。ふざけんなよ。こう昔からあるやつじゃねえかよ。それとも、今になって流行ってんの？クソ昔からあるやつじゃねえか。おい、ちょ、やめろ、そのなんかさ、キャピキャピした女の子っぽいからの嘘。え、ピンタレストで可愛い女の子とか写真の撮り方探すのが流行ってる。へぇー。まあ、じゃああれか。あの、新規じゃないだけで、今一度名乗りを上げてきてるみたいな感じなんだ。へぇー。あ、そうなんだ。情報収集よ。ね、俺も資料探しのイメージが強いよ。インタレストでステッカーの画像を探して、インスタのストーリーに貼り付けるの流行ってる。へぇー。え、ちょ、これ差はついたな、正直。え、これ知らない人多いぞ、マジで。ライバーの中では結構俺先行ってるわ。うん。初見ですが、本来の方はこんな感じなんですが。なんかね、最近俺を見始めた人は、知らないってだけで、まあ、ちょっと二次三次新参が驚いててる、正直。最初の2年はこれで活動してたから。で、なんかその一旦視聴者獲得のために
痩せといて、でまあもうなんかもう俺ちょっと好きに活動したいわみたいな感じになったから本来の俺で行くことにした。ミラティブで見たことねえよそんなもん。あ、ミラティブからの新参かよお前。俺のピンタレスト自体知らないの？俺がピンタレストでさ活動してた時さ普通にゴリマッチョだったじゃん、ミラティブからの新参者が。てか俺がユーストリームで活動してた時はもっとムキムキだったしね。そんな時知らないか。いやそうそう、米津玄師とかが普通に配信してた時代ね、弾き語りでね。俺同期だからね。え、得体ってさ、得体だよね。その恵まれた体格の略称だからめぐたい入るけどさ、俺得体派なんだけど、まあ携帯派も知ってる多いけど、俺は得体って呼んでんだよね、ずっと。造語じゃね、あれ。いやそうだよ、造語だから答えがないのよ。うん、まあ携帯は許す、めぐたいは俺許さない。そのまんま略にしてるだけだから、読み方が変わるタイプの日本語にしか思えないんだよね。長い文章を略して漢字のみを取った時に読み方を本来の読み方そのままにするのが俺違和感あって、漢字と漢字をくっつけた時に読み方を変えないのがちょっと俺許せなくて、だ携帯は別に許せるんだけど、めぐたいはちょっと俺許せないんだよね。めぐからでしょ、だったらまず。あれじゃん、やっぱ日本語にはさ、その連音化とかさ、本来の読み方からずれるっていう美しさがあるわけよ。で、その日本語の読み方がずれる美しさが発動するときって、言葉と言葉がつながったときに変化したりとか、起きやすい。うん。マッチョなのにグダグダうるせえな。はい、マッチョ差別。はい、マッチョ差別。マッチョは全てのことをおおらかに受け入れなきゃいけないっていう。クックック。マッチョはなぜかおおらかでドンと構えているという偏見があるよね。それは作品、たくさんの創作物によって植え付けられた立派な民族学のうちの一つなんだよ。まあ、実際ね、マッチョ、運動してるやつは黙って爽やかでいとけってひでえ偏見だよな。運動してるやつだって文句言っていいだろう。俺はさ、スポーツマンじゃねえけどさ、マジでなんかさ、かわいそうだよな、その偏見。世の中に対して文句言っちゃいけない。いけないってことはないけど、なんか、それってさ、あれじゃない？不良風呂猫、あ、なんだ？不良が猫拾う理論のさ、真逆のさ、あれ押し付けられてるよね。その、スポーツとかちゃんと通ってって爽やかそうっていういい印象から入ってるというか、そういうなんか押し付けがあるからこそ陰湿な面を見せたら、しかも人間に誰しもあるぐらいの陰湿な一面を見せただけで、あ、普通だなってなるんじゃなくて、こいつマッチョのくせに性格悪いなみたいな、こいつスポーツマンのくせにネチネチしてんなみたいな、めめしいなみたいなさ、別にちょっとめめしい面があるのってプラマイゼロ50点のはずなのに、偏差値50のはずなのに、一気に失望してなんか40ぐらいにさせられるみたいなさ。しかも努力した上でね。うん。一生懸命努力した上で評価が下がるっていう。これちょっとかわいそうだな。子は胸筋ピクピクできる。俺できるよ、胸筋ピクピク。これできないマッチョは雑魚。ほら。結構ピクピクできる。胸筋だから、胸筋だけ行くわ。胸筋だけ、あ、いや無理だな。ちょっとだけはちょっとやろうと思うのはできるかもしれないけど、こうジム通い始めた。だからジム通ってねっつってんじゃん。自重だけでここまで極めたんだよ。腕立て数100回、腹筋100回、スクワット100回、10キロランニング、毎日毎日だ。雨の日も風の日も。そうなんだよな、ランニングって筋肉落ちるから、ちょっとよくわかんないんだよな。うん、元がさ、強くないと強くならないでしょ、ドーピングって。なんだこの肩幅、確かに。え、でもこれあれだよ、多分共感のなんだこの肩幅だね。デビデビデビルがやりそうだもんね、こういうこと。わかんないけど、デビデビデビルとかなんかこういうことやってるようなイメージある、俺の中ではあるから、いいなみたいな感じでしょ、多分このコメント。なんだその肩幅、かっこうわー先にやられた、かっこ閉じでしょ。悔しいんだろ、本当はやりたかっただろこれ。
本当は先にやりたかったんだろう。やっぱりな。悪いけど俺が先にやっちゃったから。バラトリオでそれやろうな。でも、デビデビデビルとか、どうやってムキムキになるんだ？よく考えたら。肉体、気持ち悪いな。気持ち悪いな。肉体ムキムキになってたら、多分ちょっと面白いかもしれないな。いやいや、人型、リリムちゃんもそうだけど、人型は、想像つく。誰がやっても。プロナンのサムネのカナエくんとか、面白系で想像つくじゃん。だから動物系はあんまないからね。ムキムキカナエ1年に1回やってほしいよな。何の話だっけ？いや、ドーピングだ、ドーピング。配信力ドーピング。これこれみたいな。これでバッカバッカ笑い取れるぞつってさ。お、どうした？こう飲まないのかつって。